前回のあらすじ。1973年7月4日、ソドー原子力発電所が爆発した。エルスワースにいたエドワードは、ラップフォードに向けて走った。途中でドナルドとすれ違い、クロスビーを過ぎたあたりで衝撃波に襲われた。熱で温度が上昇し、客車のガラスは粉々になった。そして、車輪が脱線しても止まらずに、ラップフォードにたどり着いた。エドワードを駅に置き、シドニーはラップフォードで夜を明かした。7月5日はシリーズの4回目の記録です。シドニーがラップフォード駅に隠れていた間に起きたことが書いてあります。人々が切符売り場から MC 番に殺到した。彼らが恐怖で叫ぶのが聞こえたが、なぜかはわからない。別の爆発などに備えて、私たちはすべての窓を毛布などで覆った。彼らが無事であることを祈っている。信じられないことに、彼は無事だった。彼は怖がり、いくつかの客車はひどく焦げていたため、トックハムハット卿のコートをいくつか掴みボルトで固定した。私たちは生存者を見つけるため、ティドマスへ向かうことにした。ジェームスが空の客車で駅に停車しているのを見て、我々はショックを受けた。彼はエドワードに不満をぶつけていたので、何かにうんざりしていたようだった。ジョセフが何を考えてか、爆風が襲う前に全員を乗せずに客車の半分を残してきたと言っていた。またフェリックスは本土がパンデミックの悪化のため、ビカーズタウンの橋をできるだけ早く解体するよう命じたという無線を傍受したと語った。さらに、彼らは機関庫を通り過ぎる際に、トーマスの汽笛を聞いたが、転車台にいくつかの変異した貨車が体をぶつけており、彼は、おそらくしばらくそこに閉じ込められているようで、どういうわけかそれらの貨車は自力で動くことができるようだった。駅で1時間ほど横になると、出発の時間になった。ティドマスに向かうよりも端にたどり着く方がいいと考えた。母子について信号士から連絡があった。彼は事故のことを知らされていなかったので、ブレンダム公に本土から直行したことが分かった。彼らは生きてそこから帰らなかったと聞いている。線路を進む途中で、私たちはどこに向かうべきか考え、立ち止まることにした。本土へ向かうことを期待してジェームズを先に進ませたが、彼らは直接サドリーへ向かった。それ以来彼らには会っていない。私たちは、何か食べることにしようとウェルスワース駅に向かった。しかし、建物はガラスの破片が散乱しており、略奪者が侵入した跡があったため、エドワードから降りることはなかった。ジェムコールから双方向ラジオで連絡があった。彼らは機関庫の貯蔵庫に避難し、妻子も無事だった。しかし、爆風はトレバーを悲惨な状況にしたため、ジェムはライフルで彼を救った。私がその話をエドワードにすると、彼は涙を流した。私たちはエドワードの車室の中で寝ることにした。危険だが粉々になったガラスがある建物よりはマシだろう。幸い、車室内にはまた防火毛布があったので、それを使った。この悪夢が早く終わりますように、と記述していた。7月6日は、シリーズ5回目の記録です。午前6時1分。彼らは雨の降り注ぐ音で目覚めた。彼らが火の準備を始めると、石炭が半分しか残っていないことに気がついた。その時、驚いたことに、パーシーがアニーとクララベルのように見えるものと、後ろに1台の厄介な貨車を引いて通り過ぎたのが見えた。彼らは無傷のようだったが、私たちに気づいていないようだった。線路を下る途中で、
生存者を探すためにキルデイン精錬所に入った。しかしそこには生存者はいなかった。残っていたのはダックであったものだけであった。彼の顔は目と額に穴が開いており、エンジン全体が空洞になっていた。吐きそうになり、すぐ出発することにすると、双子のハリーとバートが線路から放り出されているのを発見した。彼らも殻のように中身がなかった。私たちは速やかに立ち去った。キルデインを出て進むと、信じられないことに機関庫にヘンリーとブレンダムの労働者の集団を発見した。シドニーはヘンリーがどのように生き残ったのかポールに尋ねると、彼の特別なウェールズの石炭のおかげで影響を受けなかったと答えた。シドニーが数えると、機関庫にはエドワードとヘンリーを除き23人おり、彼らと一夜共にすることにした。ヘンリーの乗組員は古いトラックから作った木製の盾の後ろに乗り、2日前に生存者を探して精錬所に行ったが、機関車が彼らの進路を塞いでいたため停止した。彼らはせわしなく反対方向に走っていたので、はっきりと見ることができなかった。どうやら最近いくつかの機関車がここを通過したようで、ヘンリーは昨日の朝パーシーが通り過ぎたことに気づき、その夜にボードンが通り過ぎたのを見たが、彼は何も言わなかった。しかしヘンリーは彼が叫ぼうとしているのを聞いたが、出てきたのは彼の顔の穴から出た笛のような音だけだったと記述した。ということで今回はここまでになります。ちょっと補足をしますと、精錬所のダックの出来事については、作者がウィービルミートアゲインという動画でその経緯について説明しています。ダックを攻撃したのは現時点では明らかになってないのでネタバレになりますが、それがオリバーであることがわかります。この動画ではカットされていますが、オリバーがダックを攻撃するシーンのイラストなども多数作成されてます。次の動画で会いましょう。またね。